さあ7番ホールパー5左ドッグです。吹き流し方面をやっていきたいところです。ちょっと左に出過ぎています。ちょっと暫定打った方がいいかなですね、うん、よいしょ。大丈夫でしょうか。ここは右は広いので、このピンまでは行っていないと思います。ちょっと引っ掛け気味ですが、バンカー方面。バンカー越えたでしょうか。2打目です。左に巻いてしまっていますが、バンカーには届かず、フェアウェイ、左ペダルウェイでナイスショットです。伊藤選手第1打バンカーにありました。 OB ではありませんでした。ナイスアウトでした。森本遥選手2打目を1打目大きく曲げてしまい、隣ホールからの戻してからの3打目になります。ちょっと左に引っ掛けてるんですが、斜面なので戻ってくると思いますが、戻ってきてます。ちょっと左足下がり、つま先下がりで大変な目です。伊藤環奈選手パー5第3打目、上り約 2% なので190メートルと来てもらえません。お、ナイスショットです。ピンに向かってまっすぐ飛んでいってます。距離はナイスオン、ナイスショー。浅見優香選手残り120ヤード上り 0.5% ぐらいでしょうか。ちょっと引っ掛け気味ですが、ちょっと左に効く曲がってしまいました。80ヤードぐらいでしょうか。森本選手第4打目になります。かなり難しいアプローチ。ちょっと左側ショートか、難しいライでした。つま先下がりでした。さあ5打になります。できれば入れたいと思います。さあ、胸を右でした。伊藤選手約13-14メートルの上りのバーディーパットです。よく打った、よく打った。届くか、惜しい。ナイスです。 OK パーです。バーディパットになります。下りのフックなんか
しないよ。374ヤードパー4です。伊藤健太選手、ここまでイーブンできています。左に引っ掛けてしまいました。これはちょっとまずいトラブルです。坂の下は池になってますのでトラブルになってしまいました。アンカーを越えていくか。アンカーを越えて右に入れて、よいしょ。アルバ選手、先ほどのパーファイターの最後の右でした。ワンオーバーです。フェアウェイの真ん中、ナイスショットです。伊藤選手、トラブってます。1打目は坂から転げ落ちて池に入ってしまいました。2クラブレングスライドロップ、ドロップしてからの今日のプリファードライ、6インチルールです。ちょっと右に出ています。バンカーの左、セカンドショットです。ピンに向かって綺麗にドローがかかって飛んでいってます。距離はちょっとショートでした。森本選手、フェアウェイド真ん中、吹き流し近辺、ナイスショットです。セカンドショット、ピンに向かってます、飛んでます。距離はどうでしょうか。ショートでしょうか。森本選手、残り133ヤードをバッチリ決めて OK バーディーです。伊藤選手は大事な予選になります。なんとかボギーで、ナイスバーディー。なんとかボギーで終了したいホールです。ふわっとした球を上げなくてはなりません。バイト、なんとかあのパッドをねじ込んでボギーで終わらせたいところです。ナイスアプローチでした。パーは問題ないと思います。約2メートルのボギーパッドになります。ここまでイーブンパーできています。先ほどチェックしたところトップが1アンダーですので、ここはなんとかねじ込んでボギーで1オーバー2打差にしたいところです。曲がりの大きさを読めないのと、ちょっとパッドが弱かったようです。浅見選手も大事なパーパットになります。イーブンパー、トップから1打差維持できるか。ナイスパー、ナイスセーブ。9番ホールパー4にやってきました。オナーは森本選手です。見事な OK バーディーでした。ちょっと左に引っ掛けてます。バンカー方面、バンカーでしょうか。ちょっとドローがかかりすぎですが、バンカーまでは行ってないようです。神田選手、先ほどは痛いダブルボギーでしたが、こ
番号で、ぜひ取り戻して番号はフィニッシュで。フェアウェイ左にナイスショットです。ナイスショット。9番ホール長いパー4になっています。サミ選手残り上り180ですから200近くは打たなくてはいけないと思います。ウッドを持ってます。綺麗に当たってピン左に飛んでます。ナイスショットでしょうか。よっしゃ、伊藤選手ナイスドライバーショットでした。残り180弱左に向かって飛んでます。距離的には OK、 グリーンになりました。森本選手バンカートゥーバンカーになってしまいました。前半なんとかここはサンドセーブで周囲に1打差で折り返したいところです。約18ヤード、ちょっと噛んでしまいました。最後選手見事に折り返し終了。10メートルパット下りのスライスラインです。ナイスバーディー、素晴らしい。さあ森本選手パーパットになります。周囲に1打差で折り返したいところ。伊藤選手はねじ込んで1打取り戻してオーバーフィニッシュになりました。下りに見えているかな。サミンパ選手ここは慎重に読んでねじ込みたいと、ねじ込んでトップタイになるか。ナイスバーディー、ねじ込みました。森本選手は絶対に外せないパットです。ダボトムでしまいました。